ベイビー・ウォーレン・ドッツはルイジアナ州ニューオーリンズに生まれたジャズドラム奏者である。ベイビー・ドッツはクラリネット奏者ジョニー・ドッツの弟である。ベイビー・ドッツは初期のジャズドラマーとして重要な存在とされビッグバンド登場以前の最上のジャズドラマーの一人に数えられた。ドッツはニューオーリンズで最高の若手ドラマーとしての名声を得てまもなく若かりし、 ルイ・アームストロングとミシシッピー側の蒸気船バンドで共に演奏をするようになった。ドッツはキング・オリバーと演奏をするため、1921年にオリバーのいるカリフォルニア州へ移り、オリバーについてシカゴへ移り、そこがドッツの仕事の本拠地となることとなった。ドッツはルイ・アームストロング、ジェリー・ロール・モートン、アート・ホーディス・ E ・ N、アート・ホーディス、それに、 兄のジョニー・ドッズらと録音をした。1940年代の後期には、ドッズはニューヨーク市でジミー・ライアン・ジミー・ライアンのバンドで演奏をした。ドッズがニューオーリンズへ帰郷した時は、バンク・ジョンソン EN、バンク・ジョンソンと録音することもあった。1959年、ドッズはシカゴで死去した。60歳没。ベイビードッズが扱っていたドラムセットドッズは、録音中に、 即興演奏を行う最初のドラマーの一人であり、アクセントや華麗な身振りでドラムパターンに変化を添えた。また、どの曲も毎回コーラスごとに何かしら違った演奏をすることを心情としていた。また、フロアバスやキックドラムを追加することにより、ドラムキットに大きな変革をもたらした。ありがとうございます。